全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。15頭ほぼ揃いました。まずは先行争い、早くも先頭13番アイエムブレイク、7番スターアルテイシア先頭に入れ替わります。その後は14番タルイスタン、9番アルルカン好位をキープ。これを見るように内側8番日の神ブリッジ、各馬第3コーナーをカーブしていきます。外を抑えて10番パイナップルダンス、そのうち5番アナベルミヌエット、 600m の通過タイムは33秒5。外から上がるのは中連ミラクル、外から11番エターナルナンバー、内から3番アサヒ、4コーナーから直線へと向きます。さあ直線の攻防、若干リードはアイエムブレイ、あと200、アイエムブレイ頑張っている、アイエムブレイさらに差を広げにかかる、アイエムブレイ先頭、アイエムブレイ逃げ切ってゴール、勝ったのはアイエムブレイ、鞍上は牛澤智春騎手、勝ち時計1分6秒0。アイエムブレイブリーダーズカップを見事勝利しました。アルルカンエターナルナンバー、熾烈な2着争い。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。8番カステルシュタイン先頭を伺います。3番ダイヤースイ先頭に入れ替わります。13番クネセカンド先頭に入れ替わります。7番なぜか消えた好位をキープ。15番イルデンスターン、
そのうち5番ロトノウス、各馬第3コーナーをカーブしていきます。12番マルタックル、この辺りが中断、少し差が開いて2番ブルーテトラ、 600m の通過タイムは34秒2、外から9番クライム、そのうち1番カステルグリーン、外から上がるのは QS プレッソ。4コーナーカーブから直線に向きます。さあ直線コースに向いた、ニルデンスターム突っ込んでくる、あと200、変わらず先頭はニルデンスターム、プレセカンド食い下がる、ニルデンスターム伸び足がいい、ニルデンスターム先頭でゴール、勝ったのはニルデンスターム、鞍上は菅原明騎手、ニルデンスタームブリーダーズカップを見事勝利しました。2着プレセカンド、3着は混戦の模様です。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。コーダッシュは西の船ダークサイドブユー、まず何が行きますか。5番ビートチェイサー、すっと前につけます。8番プラニスギア、譲りません。6番アナベルスナイパー、後位につけています。そのうち2番ウーリカ、1番人気14番コントハーモン、この位置からの競馬、内から12番ウルキマリソルサ、内側10番力こそ川、各馬1コーナーに入っていきます。内押さえて7番オレンジ君、少し差が開いて3番イジーサタン、その外4番西の不安、それから11番フルーツベイビー、2コーナーを抜けて向こう正面、外を押さえて13番ネコマクロス、これを見るように内側9番ダークサイドブユー、最後方1番ドラムバズーカ。前半の 1000m は59秒5、14頭各馬一段となっています。各馬第3コーナーをカーブしていきます。先頭は変わらずビートチェイサー、後ろに6番アナベルスナイパー、14番ポンチョハーモン、後位につけました。これを見るように内側8番フラニスギア、内から2番ウーリカ、12番ウルキマリソルサ、外から差を詰める、10番力こそ川、この辺りが中断。4コーナーカーブから直線に向きます。さあ直線勝負、若干リードはビートチェイサー、先頭ビートチェイサー、あと200、ビートチェイサー粘っている、ウルキマリソルサ追い上げてきた、2番手ウルキマリソルサ差を詰める、ビートチェイサー、ビートチェイサー逃げ切ってゴール、勝ったのはビートチェイサー、鞍上は中谷裕太騎手、勝ちタイムは1分57秒2、ビートチェイサーブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着ウルキマリソルサ、3着は接戦となりました。
全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。14頭、綺麗なスタートです。まず何がいきますか。早くも先頭、12番セラミエクスです。これに続いて7番アイエムドライブ、11番テンションジーサス、後位につけています。内から2番ブレイブレーザー、続きまして13番ビートブレイカー、各馬1コーナーに入っていきます。続きまして10番ジョーケンプトン、3番ペニリヒター、この辺りが中段、1番ナットキングコール、少し差が開いて8番ミヨコユニバース、2コーナーを抜けて向こう正面、少し差が開いて6番ポジンシュタイン、14番エンタープライズ、そのうち9番スペシャルワンダー、1馬身相手5番コメットワーク、遅れて最後方4番ダイナストーム。 1000m の通過タイムは1分0秒2。ここから先頭までは10馬身以上、各馬第3コーナーをカーブしていきます。先頭はジョーケンプトン、2番ブレイブレーザー並走、11番テンションジーサス、後位につけました。4コーナーカーブ、直線コースに入ります。さあ直線の攻防、テンションジーサス突っ込んでくる、あと200、ここで先頭が入れ替わる。セラビエクスです、粘っている。テンションジーサス追ってくるが厳しい展開、セラビエクスです、セラビエクスです、押し切ってゴールイン。勝ったのはセラビエクスです。鞍上は菅原明騎手、勝ちタイムは1分41秒2。セラビエクスです、ブリーダーズカップを見事勝利しました。2着以下は混戦です。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、2番ラウダーテドミム、花を奪いに行きます。6番神風ジャタン、かわして先頭、その後は5番ジュード、続きまして13番スペシャルウォーク、内から10番ポポハイボール、8番ドフランケル、真ん中あたりにつけています。内押さえて4番ヒュートップガン、少し差が開いて11番西のファンタジー、そのうち3番ブルージャスティス、4馬身相手1番グレイトレモン、続きまして9番シャリンガン、1馬身相手12番ブレイブサウンド、遅れて最後方7番ロークライ、13頭正面スタンドで大声援を受けます。各馬春の福島競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上、 1000m の通過タイムは1分0秒5。各馬1コーナーに入っていきます。もう一度先頭から、先頭は変わらずラウダーテドミム、さらに5番10度、
13番スペシャルウォーク、好位をキープ。1番人気、6番神風ジャタン、この位置からの競馬。これから向こう上面に入ります。1馬身相手、10番ポポハイボール、8番ドフランケル、この辺りが中段。4番キュートップガン、少し差が開いて11番西のファンタジー、そのうち3番ブルージャスティス、3馬身相手1番グレイトレモン。各馬第3コーナーをカーブしていきます。外から9番シャリンガン、少し差が開いて12番ブレイブサウンド、離されて最後方7番ノークライ、先頭は変わらずラウダーテドミヌ。さらに13番スペシャルウォーク、5番10の好位につけています。1番人気神風ジャタン、ここからどういった競馬を見せるのか。4コーナーか、直線コースに入ります。さあ直線の攻防、10の勢いよく追い上げる神風ジャタン、苦しい展開になった。変わらず先頭はラウダーテドミヌ、10の食い下がるラウダーテドミヌ、ラウダーテドミヌ逃げ切ってゴール。勝ったのはラウダーテドミヌ、鞍上は海老名正義騎手。勝ちタイムは2分35秒7。ラウダーテドミヌブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着10のその後3着。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、早くも先頭1番クロノシンフォギア、9番フラムアーク先頭に入れ替わります。その後は8番オニファンニバル、2番手代わって14番万世の一撃。これを見るように内側2番サイドバイサイド、各馬1コーナーを目指します。外から6番ブラスダイナミック、1番人気15番ホソドロミッチョ、この位置。内から10番星の彼方、それから7番サイショール、これから向こう上面に入ります。内から4番ダブルガーデン、外から5番アロマケイコ、11番青い炎、後ろに12番ポポタイガー、外を押さえて16番プリティサード、3番マサトシキュール。 1000m の通過タイムは58秒2。各馬第3コーナーをカーブしていきます。13番ディクタトゥーラ後方、16頭各馬一段となっています。先頭代わって万世の一撃、差がなく9番フラムアーク、2番サイドバイサイド後位につけました。4コーナーから直線へと向きます。万世の一撃わずかに先頭、若干リードは万世の一撃、 200m を通過した。依然として先頭は万世の一撃、先頭が変わった。フラムアーク伸び足がいい、フラムアーク先頭でゴール。勝ったのはフラムアーク、鞍上は大塚海斗騎手。勝ちタイムは1分42秒8。フラムアークブリーダーズカップの栄冠に輝きました。
2着万世の一撃、3着は混戦の模様です。全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。11番鬼メロメロメロ先頭に立ちます。6番二度目のつくよみ内から追い上げる。4番ピークエリート後位をキープ。その外7番またぎみっちょ内押さえて。5番クロノオリファルコン。9番モグモグオカユ。その外12番ルーズベルト。各馬1コーナーを目指します。内から8番スローダンサー。少し差が開いて2番マサトシさん。少し差が開いて3番ゲシュテンスト。1番人気15番雷撃この位置。3馬身相手1番ファントムターフ。13番アルトアイゼン。2コーナーを抜けて向こう正面。1馬身相手14番スターマーキュリー。最後方10番アレイズメンタル。前半の 1000m は1分0秒0 15頭各馬一段となっています。先頭変わってピークエリート。後ろに7番またぎみっちょ。3コーナーに差し掛かろうとしています。11番鬼メロメロメロ後位をキープ。内から6番糸毛のつくよみ。内側5番クロノオリファルコン。外から9番モグモグオカユ。12番ルーズベルト真ん中あたりにつけています。1番人気雷撃ここからどういった競馬を見せるのか。4コーナーから直線へと向きます。さあ直線勝負。3頭が固まり直線勝負。あと200。変わらず先頭はピークエリート。ピークエリートこのまま押し切れるか。糸毛のつくのにピークエリート並んで5位。ルーズベルトわずかに前か。判定をお待ちください。